ります。近づきます。ここに自分の体を近づける。感覚としてはこう押し引いてくると体自身がグッと押してくるのがちょうどプラスマイナスになってこの位置は変わらない感じ。あっていうのも難しいので最初は曲げてここに自分が近づくように両手近づけてください。こっちの手使ってないように見えますがしっかり必ず握られてるのはこっちだけど両手を使うことで全身を使うってこと。もしこういう状態でこうやってやってるとこっち側全く体使ってないので意外とこうやってやっててもこっち側も使う全身使うことで体が動きが必ず最初はもう帯横っちよしです。はい。肩肩後ろ足を後から腰を逆向きにすると。この自分の前におへそこれがおへその前ですかかとから出すことこうやってますでそのまま溜まってるのをこの戻りにしながら足をこうこのままスッて崩してそう手は上ここを来ましたこの辺までは足の位置やりますこれでもうちょっと下いから手だけでこういったの足をそのままするって必ず自分の正面こうやると弱い手だけになっちゃうこうすると全身に受け身はこう来ました後ろ足をちょっとでも、まあ、この場合はあまりいらないんですけど揃えてギリギリやってする、ねはい、まあ受けの皆さん受けの皆さん美しく開いて肘を前足が横に開く。さっきやっと一緒。開いて肘を伸ばしたまま。腰の向きが最初こっち向きだったのが逆向きになってんだけど。だから足だけ出すのはだから後ろ足から出す。そうすることで腰の力が入る。はい。このあれがやらなきゃ飛べんだよ相手の手首がしっかり上に来るようにこうで体全体で押す握り込んだ手と足後ろの足を横に開いてまだ投げてる。まあ前も言いましたけど、池の方はこの時に外側の足を持ってきて自分でこう。こう必ず自分でこう、このまま受けると骨折か脱臼する必ず自分でこういうふうにできて自分の仕方もそのままにしてここまで来たら引っ張られても脱臼はしないんで、はい、逆に言うとねそういうふうにかけてくる人がいる、まあ、うちにはいないですだからよそでやってなんて言った時にやられてくることが気をつけてやられたらすぐにそこで覚えてくるまあ、普通に この手は肘、膝入れでこれこっち向きね。まあ、後で池本さんにかませるから池本さんの方がうまいからね表なんで、これはもう左に出たと思ったとおり、そのまま下回る。で、すねを入れて、こうなって、こうなって、やる。
倒しました。この寸、肘と爪でグッ、手首を持って、正直、みんなにやってもらう必要があるのかっていう。池本さん的にはこっちだよ。まあ、本来の技は胸から、ここから始めていいです。ここから始めていいです。指、小指、こっちの方がこう、ウォームアップでこうやってるのを意識して、特にこの小指のライン、ロックしました。この肘を押しながら手前に戻す。少し体重が。ロックしたまま、レールを上げます。で、これで。このまま指このまま追加で動いてわけします。それで皆さん、中島さんは、大丈夫ですね。こう落と、そこから始めていいです。落とします。こう決めながら落とします。これをこういうふうに持ち上げるようにロックして上に持ち上げて。まあ、投げるの右の手方を教える。これだと、こっち、受け取り、取りに行く方はまず立った状態から掴まない。正座してそのまま戻る。手のひらを開いた状態で、ここのひらを相手の手首にポンと当てる。当たったら指を。そういう癖ですね。こう最初から握ろうとするとなんかこうビクビクしちゃうから、もうこの手で当てるつもりでこう当てたら掴む、当てたら掴む、バスは。Thank you.